それじゃあ今お客様宅へ到着いたしました。はい。建物の外観は NG っていうことで。はい。壁は OK。はい。ちょっと壁で想像してください。はい、すごいお家っていうのが多分伝わると思うんですけど。はい、そしてお客様のもう一台の車がこちらです。はい。NSX。そうです。すごい。これと今回の X6M。はい。ともう一台。もう一台。普段の。はい。はい、使われてるセダンを。そうです。はい。すごいねこれ。でこれを紹介していいってことで、そうです。はい。はい、でこれも岡ちゃんがカスタマイズ、そうですね。最初もうフルノーマルで、はい。車ってことで、ちょっとこのカスタマイズも紹介させていただきたいと思います。はい。はい、これだいぶカーボンパーツ、そう。エアロが全部国産のメーカーのエイムゲイン。あ、これエイムゲインさんの。エイムゲインさんの。スポーツラインだったかな。GT ライト確かにする。だからこのボンネットもそうですし、うん、フロントリップもそうですし、はい、ここにこうエンブレムが真ん中に、はい、いや NSX こんないかつかったっけと思ったら、そう全部ねやってるんですよ。はい、このダクトないよね。あった、これ純正はもっとなんかちっちゃいんですよ。そうだよね。そうで、なんか穴も開いてなくて、はい、一応これも、はい、交換するとこのでっかいダクトになって、はい、ここもカーボンになってて、言ったらルーフはこれもともとノーマルでカーボンなんですよ、 NSX。 あ、そうは、はい、なんでここに合わせて、まあ、ボンネットもちょっと塗り分けとかも考えたんですけど、とりあえず1回もう全部カーボンで、はい、すごっ。そうですよ。でサイドスカートもエイムゲインのカーボン、全然いい意味でちょっと NSX っぽくないというか、そうもうなんかちょっとレーシーさをもっと加えたいなっていうところもあって、うんうんうん、はい、でもう横もこのフィンもこう立ち上がってる感じ、はい、そして足元はサビーニフォージド。あれサビーニってアメリカ？アメリカっすね。でエイムゲインさんところのデモカーが同じホイールで、あ、そうなんだ。でお客さんがもうこの仕様でっていうことで、はい、じゃあもうエイムゲインのコンプリートカーみたいな雰囲気で、そうですね、はい、そうなんですよ。これまた目面も、はい、デズラーも一応向こうデズラーあったんですけど、向こう社外エアサスでベタベタにするセッティングで、ね、で一応これ今回ロベルタ、あ、ロベルタ入ってるの、はい、これロベルタを前後とも入れてあって、ちょっとさっきここで下ろしたんで、はい、確かにこれだけちょっと低いと、はい、そうなんです、僕はちょっと入るか入らないかぐらいなんで、なるほど、ロベルタを前後入れて言ったら車高調化できるんで、それで、まあ、車高セッティングして、で、オフセッターもオーダーの、はい、丘オフセットで絶妙な感じで、はい、で色も真っ黒黒で真っ黒黒で、はい、ボディカラーに合わせて、そうなんですよ。だからもうシンプルにグロスブラック、もう一番贅沢なアメタンでグロスブラックっていう、はい、もう今回の X6M も、はい、この NSX も、はい、普段乗られてるセダンも、はい、全部真っ黒黒真っ黒ですいかつすぎます。全部真っ黒です。そしてこれサイズは20の21と21ですね、はい、マクラーレンとかと同じサイズですね。ああ、なるほど、はい、そうなんですよ。でなんかこのタイヤの引っ張り方もなんかちょうどいい、はい、前後ともちょっといい感じで、なるほど、はい、NSX をこんだけいじってるとあんまないよね、はい、あとはこれは緑色、そうキャリパーはね塗ったんですよ。最初真っ黒だったんですよ、キャリパーも、うんうん、で、まあ、ちょっとお客様のね、最初ご紹介していただいたお客様も GT3RS のオレンジとか乗ってて、やっぱちょっとこう派手さが欲しいなっていうことで、キャリパーを黄緑に塗って、それに合わせてちょっとこうラインを入れてみようかと、はい、ちょうどラインが入ってると、そうですね、中のパネル類もちょっとこんな感じで、これ全部ラッピングです。あ、これラッピングなの、はい、バラすのがめちゃめちゃ大変だった。でもこれつなぎ目見ないと分かんないね。分かんないです、はい、ツヤ感もそうだし、そうなんです。でも外と同じフィルムで貼ってもらったんで、へー、はい、あれパッと見なんかこういう限定車あんのかなみたいなっていう感じの、うん、はい、こうスーパーカー感をもう少し欲しいなっていうことで、はい、あとはリア、こうディフューザーですね、ディフューザーとスポイラーと、これすごいね結構やんちゃな感じの、めちゃめちゃやんちゃな感じに。でもNSX も途中から純正オプションでカーボンスポイラー出たんですけど、あ、そうなんだ。それも同じような3分割で、もう少しこう跳ね上げ具合は小ぶりなんですけど、そっちも結構派手です。あ、そうなんだ、はい、白の NSX の方をつけたんですよ後から、はい、ボディ穴開けだって言われて、
うん、あのそんなわけねえあのちゃんと穴開けじゃなくてつけれたんです。あ、そうなんだ、はい、まあ、でも強度を出すためにこう穴開けでいろいろ止めてっていうのはあるんですけど、確かにでもね、このシルエットだとここ欲しくなるよね、はい、そうなんですよ、うん、だからなかったらすごく寂しいんですよね、うんうん、でちょうどカーボンで続いてきてるんであればここにこうつまんだような跳ね上げデザインは欲しいなと思って、はい、でこっち側もそうですね、ここもエイムゲインさんの、はい、これもちょっとこう反り上がるような、そうですね、後ろにこうキュッと結構派手めなデザイン、はい、これはちょっと少ないし、もうそもそも NSX が、はい、でここまでいじり倒してるっていうのがもうそもそもないんで、かなり目立つ1台になってる気がします。これずっと紹介したかったんですよ、もうこの NSX ともう1台あの白のNSX もちょっとまた紹介したいな。あ、じゃあ ぜひ機会があったら。はい、これはすごいねX6M と NSX、はい、いや NSX はびっくりした本当に。でしょ、うん、なんかね俺ちょっと正直R8 みたいなちょっとこう、ま、真面目な感じするじゃない、はい、NSX って、はいはい、ノーマルって、はい、それがなんかちょっとこう本当にイタリアのスーパースポーツじゃないけど、そう結構 悪そうな感じ、そう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 、はい、そしてなんかちょっと、ま、ちょっとこうマニアックな感じ、はい、うん、そうあのやっぱり X6M もそうですし、うん、NSX もそうなんですけど、まあ街中で見ないじゃないですか、うん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 、たまに見たと思ったら 35D だとか、うんうんうん、結構そっち系になっちゃうんですけど X5 だとか、しかもハーマンだからね。そうです。というわけでボンド大阪に戻ってまいりました。まあ一日納車についてったりだとか撮影したりとか、まあいろいろドタバタな一日でございました。というわけでご紹介させていただいた車はあのボンド大阪のブログの方にも出てると思いますので、ぜひボンド大阪のブログも見てみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。